予想フォーメーションをご覧いただいています。ゴールキーパー田中、フォーバックは山脇、杉山、工藤、前田が今シーズン初出場、初スタメン、4年目です。ボランチに矢田、そして高吉予想しています。そして右に井野も今シーズン初スタメン、左牛野浜、トップ下に若い予想して、ワントップ長井です。ワンヤーデン真ん中、右に花房、左中里、アンカーに小島、そして右のウィングバックが大竹、左が橋野、2列目に藤田と菊谷、2トップに新江、小越空と奥村を予想しているということになります。左足50番の中里か、高さでは19番バンヤーデンショーンが大外、そのバンヤーデンショーンをめがけていく、山脇がその前で対応しようというところでしたが、一旦戻します。もう一度中里からクロスをかけるのは若谷です。さあバンヤーデンショーン落としていく、このボールをシュートする、バーに弾かれました、ポストに弾かれました。助かった北九州、惜しかった YS 横浜。が入って菊谷のところ、藤田が詰める、矢田が前線、そして牛の浜から長井に渡った。さあ北九州、ここから中央に牛の浜、長井どうする、牛の浜預ける、一旦下げる、前田のクロスボールにヘディング、よく止めた岡本、ここは枠を捉えていました。反応しました岡本道也、今日初出場初スタメン、今シーズン前田から頭で合わせていったのは矢田、素早くスローイン、そしてここから YS 横浜の堅い守備、若谷、そして前田、さあ若谷クロスボールが入っていく、長いのヘディング、枠捉えていたか、岡本今日2回目のファインセーブ、タイミングは最高に合いました。今日スタメン若谷から低いボール、長井のヘディングも速いボールでしたが反応しました。ただ変化もつけてきている前半でした。ここはゴールに前に、ここ弾いていった田中、もう一度ゴール前だ、密集になっていく奥村、グラウンダーだ、最後は藤田、グラウンダーでダイレクトでいきました。ベンチには2試合連続得点を挙げているピーダーセン、ヨーンが控えています。倉貫監督、そのピーダーセンをどこで切ってくるか、ここは長井、西野浜がキープをして最後長井、しかしこれも枠捉えてましたか、 YS 横浜ボール、変わった柳、奥村つながらず、さあエリアの中入っていく、柳田打てるか、ここで エリアの中でファウルがありましたが、そしてイエローカード、エリアの中のファウル、イエローカードが提示されます。 YS 横浜にチャンスです。決まりました、奥村浩二が決めました、今シーズン3ゴール目、 YSCC 横浜待望の先制点、落ち着いて奥村が決めました。4月7日アウェーさぬき戦以来、4試合ぶりのゴールはしっかりと決めました。井澤、右を使って山脇、
守備は固めています。 YS 横浜クロスを入れていく、ファーサイド長いのところで落とした。さあ後ろからシュートはブロックに合った。枠捉えていたんですがしっかりと体張って守っていった YS 横浜、北九州決定的シーンでした。このシーン長い落として走り込んだ後ろ浜のシュート、ワイヤーメン、そして伊沢、高橋に預ける、高橋エリアの中進入する、クロスを入れる、しかし相手に当たる、ハンドアピール、しかしそこは認められません。ちょっと騒然となっている。監督も止めに入る。試合は終わりました。0対1 YSCC 横浜が4試合ぶりの勝ち点3を手にしました。